雪村君、大丈夫かい？ずいぶん落ち込んだ顔をしているようだが。出て行ったみんなのことが心配なんだね。大丈夫だ。ちゃんと戻ってくるとも。決まっているだろう。武士というのは何があっても決して約束をたがえたりしないものだよ。あの状況で決死隊に志願した長倉君や島田君、そして斉藤君は今の世には珍しい本物の武士だ。武士というのは、男というのは決して女の子を悲しませたりはしないものだよ。だから大丈夫だ。山崎君、どうしたんだね。井上さん、敵陣営付近の兵は銃で武装しているためとても近寄れません。こちらが間合いに近づく前に撃たれてしまい、どうにもなりませんでした。そうか、これはいかんね。敵の主力は鉄砲か。ならば日が沈んだ後なら狙いを定めにくくなるな。羅刹隊を派遣するしかないだろう。そうですね、それしかないでしょう。三男さんと東堂君に伝えてこなくては。山崎君、一緒に来てくれ。わかりました。おい、新選組の主力は奉行所から出払ってるみたいだぜ。今のうちに崩せ。井上さん、このままでは奉行所は落ちます。せめて一体だけでも呼び戻さなくては。しかし誰が伝令に行くと言うんだい。ここを開けてしまうのはまずかろう。俺が伝令に向かいます。ですから山崎君を行かせるわけにはいかんよ。情けない話だが、私一人ではこの奉行所を守りきるのは無理だ。それは。
かし君では。確かにな。今ここを離れることのできる人間は君しかいないだろう。分かった。それでは君に行ってもらうことにしよう。だが君が行くのであれば、敵本陣の五光宮神社は危険だ。斎藤君のいる龍雲寺の方に行ってもらおう。彼にここの現状を伝え、すぐ戻るように言ってほしい。俺たちが薩摩勢の目を引きつけておく。その間に裏から出るんだ。もう落とせば新選組は終わりだ。行け。ここから先には一歩も入れんぞ。当たらない鉄砲などただのおもちゃに過ぎん。かかってこい。なるほど、目を見張る体力です。生身の体で我々鬼の動きについてくるとは。このようなところで何をしているのです？まさか今日が戦場とかした今も彼らと行動を共にしているのですか？何？わかった。
一刻も無駄にはできんな。君の実力はある程度理解しているつもりでしたが、それでも驚かされました。まさか人の身で私と戦える者がこの世に存在したと。あなたは素晴らしい使い手です、斎藤。おそらく鬼ですら、あなたと対等に戦える者は多くないでしょう。褒め言葉など俺には無意味だ。俺は一介の武士に過ぎん。しかし、その強さはあくまでも人のものに過ぎません。人の身の限界というものを思い知らせてあげましょう。この姿を人前にさらしたのは、これが初めてです。君の強さに敬意を抱いているからこそ、全力で戦わせていただきます。それが人の身の限界ですか。近づくな。奴らの狙いはあんただということを忘れたのか、雪村。ここであんたをこの男に連れ去られては、俺は務めを全うできぬことになる。殊勝な心がけです。上役から課せられた命は、君にとってそれほどまでに大切なものなのですね。ならば手心を加えることこそ失礼に当たるというもの。乗れ。
からこと。今俺が果たすべき務めはこの男を斬ることではなく皆を守ることだ。すまなかった。我々が鬼の一族だということは以前お伝えしたはずですが、鬼の起源についてはどこまでご存知ですか。人間たちがこの日の元に住み着くはるか以前から、我々鬼はこの日の元で暮らしていました。ですが人間がこの地で暮らすようになり、我々は次第に里を追われ、山中に隠れ住むこととなったのです。風間家の当主風間千景は今回の騒乱を利用し、各地に散り散りになった鬼の力を一つにまとめ、この日の元を再び鬼の手に取り戻そうとしているのです。あんたも風間とやらの意見に賛同している口か。鬼は影の存在で良いと思っています。歴史の表舞台になど出るべきではない。ただ平穏に暮らせれば良いのです。薩摩藩に手を貸してきたのは関ヶ原の戦いの時の縁を頼られてのこと。私は行動や風間の考えに賛同しているわけではないのです。話はそれだけか。俺は時間稼ぎに乗るつもりなどない。これ以上の無駄話には付き合えんぞ。彼の力量に免じ、このまま見逃しましょう。どういうことだ。私は風間たちの目的には賛同できないのですよ。そのようなことに利用されようとしている彼女には同情さえ感じます。
この男はこれ以上我々と戦うつもりはないようだ。雪村、負傷した大使の中で歩けぬほどの重傷を負った者はいたか。では皆と共に奉行所へ戻る。あんたは俺の後ろをついてこい。風間は私よりもはるかに強い力を有しています。人の手で彼女を守りきるのは無理でしょう。今後は別行動を取ることを勧めます。この俺が無視の相手に。何でもない。奉行所へ戻るぞ。時間がないと言っていただろう。